ピラミッド温泉は、栃木県那須塩原市にあるピラミッド型の建物の温泉。1994年創設。2019年現在は、ピラミッド元気温泉。天然温泉を利用した温泉旅館と日帰り温泉である、木に関する瞑想室や美術館も伴う。オーナー伊藤雄二郎が、研修施設として建設中、温泉が出たので温泉宿泊施設として、 路線変更し、現在に至る。電気関係の特許で、学生時代から伊藤裕次郎がエジプトを訪問したり、ピラミッドパワーを、ピラミッド型の模型などで確認したりした上で、建設した。ピラミッド温泉は、クフ王のピラミッドを正確に10分の一にした、温泉の建物と、それより少し小さい本館とで成り立ち、周囲に、宿泊棟、バーベキュー場、娯楽棟などがある。 広大な敷地を使って次々と新しい施設を建設している。温泉の上にある瞑想室には、欅の大樹の根に旋物を掘って金箔を施し、そのてっぺん付近の竜の頭の部分が水晶玉を、加えたオブジェが回転板の上に備え付けてあり、日本で2番目に大きい山梨産の水晶の柱が、その足元に安置してある。ピラミッドを構成する斜面の天井には、 夜空の星と同じ配列で大小の電球が設置され、日暮れから夜明けまでの天体の動きを模している。瞑想室は主にピラミッドパワーを受けるための目的で作られ、さらにパイプによるピラミッドを組み立てて、中に横になるとピラミッドパワーを倍増して受けることができるとしている。また、片隅には星月菩薩の木造があり、1999年の 大晦日から2000年に1月1日にかけて、木造の方にあった、濃いあざのようなシみが消えた事件があった。星月菩薩の木造温泉は大浴場の他に、露天風呂、洞窟風呂、ミストサウナ、および、建物東側に宝石風呂、檜風呂がある。特筆すべきは高精度の水晶を敷き詰めた岩盤浴である。床がすべて水晶で埋め尽くされ、その下を、 温泉水が通っている。宿泊棟は和室で、別館が洋室になり、その他、ペット同伴家でペット専用風呂がついた部屋もある。栃木県那須塩原市には床493-3ピラミッド元気温泉総合宿泊施設公式ホームページ pyramid-onsen.com ピラミッド,温泉,ミッド温泉元気館 2019年7月25日閲覧。那須塩原市公式公式ホームページ。企業紹介から飲食。宿泊業株式会社美少。2020年8月15日閲覧。LINE トラビルの本施設紹介ページに画像あり。ありがとうございます。